はい、こんにちは、ペズプテ。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今日の更新で久々にですね、ピースを狙いが、まあ、初めてですね、4日間開催で登場したということで、今回の動画ではですね、このピースを狙いとは一体どんなイベントなのかというところから、まあ、効率よく累計回収する上では、まあ、どういったところに注意した方がいいのか、というところまでピースを狙い完全攻略していきたいかなと思いますので、まあ、ぜひですね、効率よく累計の S ラン契約書を回収したいよと思っている方は、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったお客様と思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、ピースを狙い完全攻略やっていこうかなと思います。まずはじめにですね、このイベントそもそもどんなイベントなのかと言いますと、このイベントはですね、Vロード試練チャレンジカップを行い、そこで対戦チケットを集め、その対戦チケットを使ってピース争奪戦に参戦し、で、そのピース争奪戦の順位などに応じてリッチを獲得し、で、そのリッチでボックス交換し、ピース完成を目指していく、というようなイベントになっております。で、続いてこちらは今回の主な累計報酬まとめとなっております。51エナジー S ラン契約書1枚、自チーム A ラン契約書1枚、A ラン契約書1枚、ゴールド契約書4枚、6500スピメダルとなっております。はい、今回もですね、105枚のピースを集めることで S ラン契約書を獲得できるようになっておりますので、まあ、この S ラン契約書はですね、必ず獲得していただければなと思います。で、さらにですね、まあ、このピースを狙いは今までは5日間イベントで開催されていたイベントなんですが、まあ、今回はですね、初めて4日間開催での開催になったということで、まあ、4日間イベントの中ではですね、まあ、かなり報酬としては美味しいイベントになっているかなと思っておりますので、まあ、基本的にはこの累計で獲得できる報酬すべて獲得していただければなと思います。ということで、ピースを狙えのイベント概要については以上になりますので、続いて具体的な攻略入っていこうかなと思います。まずはじめに、今の時期は V ロード試練チャレンジカップどこからやればいいのかというところなんですが、まだ終わっていない方はですね、チャレンジカップ最優先で行っていただければなと思います。はい、今週のチャレンジカップはですね、A ランクカップというカップが来ておりまして、このチャレンジカップは A ランク以下の選手を使うだけで簡単にクリアすることができるチャレンジカップになっておりますので、まあ、まだチャレンジカップ終わっていない方はですね、この A ランクカップからやっていただければなと思います。で、このチャレンジカップが終わった方はですね、今来ているサブイベントシナリオプレイをしっかりやっている方だと、選手獲得経験値 1.2 倍を選べる期間かと思うんですが、まあ、1.2 倍はですね、そこまで育成効率に差が出なくなっておりますので、まあ、今の時期はですね、V ロードでも試練でも、まあ、お好きな方をですね、やっていただければいいのかなと思ってます。で、続いてその V ロード試練チャレンジカップでは自動自操作どちらで行った方がいいのかというところなんですが、まあ、こちらはですね、まあ、自動でも自操作でも、まあ、お好きな方で行っていただければなと思います。はい、今回のピースを狙いはですね、この試合を自動でやっても自操作で活躍値700まで稼いでもイベントの進みには関係なくなっておりますので、まあ、ご自身が普段やられているプレイスタイルで、まあ、今回はですね、試合はしていただければなと思います。で、続いてこのイベントの一番大事な部分、ピース争奪戦について解説していこうかなと思います。まずはじめにこのピース争奪戦で使うべき選手についてなんですが、こちらはですね、基本的にアーティストやパワーヒッターなどでパワーが高いですね、まあ、特にホームランが打ちやすい、長打が打ちやすい選手を使っていただければなと思います。はい、このピース争奪戦ではですね、まあ、ヒット、単打より、まあ、ホームランなど長打の方が獲得できるポイント量が大きく、まあ、このピース争奪戦ではですね、まあ、順位によって、まあ、獲得リッチ量だったり、まあ、ピースの元の量がかなり変動するようなゲームになっておりますので、まあ、基本的にですね、まあ、長打が狙いやすい選手を使って、まあ、毎回ですね、まあ、1位を目指してこのピース争奪戦には臨んでいただければなと思います。で、続いてそのピース争奪戦で使えるドリンク、まあ、どのドリンクを選択すればいいのかというところなんですが、まあ、こちらは基本的にはですね、まあ、オレンジのドリンク、順位報酬リッチ2倍のドリンクを基本的には選択していただければなと思います。やはりですね、獲得リッチ量などが2倍になると、まあ、よりですね、累計まで効率よく進められるかと思いますので、まあ、基本的にはこのオレンジのドリンクを選択していただければなと思います。まあ、ですが、イベント終盤になるにつれて、ピースの元がかなり重要なアイテムになってきますので、まあ、イベント終盤でピースの元が足りなくなった場合は、このピースの元2倍のピンクドリンクもですね、まあ、使うのかなりおすすめなのかなと思ってます。で、続いてピース争奪戦の実戦時の、まあ、注意点解説していこうかなと思います。まずはじめにですね、このピース争奪戦は7球勝負になっておりまして、基本的に相手ピッチャーはですね、ボール球は投げてこなくなっておりますので、まあ、来た球は必ずですね、打ち返すように心がけていただければなと思います。さあ、ということでやっていこうかなと思います。で、基本的にこの操作の難易度といたしましては、V ロード試練などの、まあ、自操作と同じ難易度になってますので、まあ、普段の自操作よりですね、まあ、注意して、まあ、集中してやっていただければいいのかなと思ってます。で、まあ、もし仮にですね、まあ、強振で打つのかなり難しいと感じる方は、まあ、ゾーン打ちなど活用していただいてもいいのかなと思ってます。で、このピース争奪戦はですね、まあ、1位になれればいいので、まあ、こんな感じで1位の順位がね、もうほとんど1位確定した場合は、まあ、見逃しなどしていただくと、まあ、次のマッチングがかなり緩くなりますので、まあ、残りの球数残して1位が確定した場合は、まあ、こんな感じでですね、まあ、来た球は見逃していただけると、まあ、次のマッチングが緩くなるので、まあ、より効率よくですね、イベント進めて
ていけるのかなと思ってます。で、続いてピースショップでの、まあ、交換すべきアイテムについてなんですが、まあ、こちらは基本的にですね、一番上のランダムボックスを毎回交換していただければなと思います。はい、やはりですね、まあ、特にイベント序盤はリッチをなるべく抑えて、まあ、ピースをですねより多く獲得した方が累計まで効率よく進めていきますので、まあ、イベント序盤は特にですね、まあ、一番リッチがかからないランダムボックスと交換していただければなと思います。まあ、ですがイベント終盤で、まあ、残りのリッチがですね、まあ、セリーグの球団パリーグの球団に、まあ、かなり偏りがあるときは、まあ、このセリーグボックスだったりパリーグボックス、さらにですね、まあ、ピースの元を使って球団指定ボックスなどと交換していただくと、まあ、よりピースの完成が早くなるかと思いますので、まあ、イベント終盤はですね、このセリーグボックスパリーグボックス球団指定ボックスをうまく活用しながら、まあ、ピース完成を目指していただければなと思います。ということでピースを狙え完全攻略は以上になりますので、最後に要点簡潔にまとめますと、まず1つ目、今の時期はですね、まだチャレンジカップが終わっていない方はチャレンジカップ最優先でやっていただいて、まあ、試合はですね、まあ、自動でも自操作でも、まあ、どちらでもご自身の好きな方のプレイスタイルでやっていただければなと思います。で、続いて2つ目、ピース争奪戦では、まあ、なるべくですね、まあ、弾道パワーヒッターやアーティストなどの、まあ、長打が打ちやすい選手を使っていただいて、まあ、毎回ですね1位を獲得できるようにプレイしていただければなと思います。で、続いてそのピース争奪戦で使用するドリンクといたしましては、序盤は基本的に順位報酬2倍のオレンジドリンク1択で、終盤でピースの元が必要になった場合は、まあ、ピンクのですねピースの元2倍のドリンクと交換するのもありなのかなと思ってます。で、最後4つ目、ピースショップではですね、まあ、基本的にランダムボックスと交換していただいて、まあ、イベント終盤で、まあ、獲得ピースに偏りがあるときはセリーグボックスパリーグボックス、さらにピースの元を使用して球団指定ボックスで、まあ、空いているピースをですね、まあ、狙い撃ちしていただければなと思います。はい、この4つですね、この4つ気をつけていただければ、まあ、効率よくですねイベント累計回収できるかなと思っておりますので、まあ、この4つだけ気をつけていただければなと思います。で、最後にですね、このイベント自然火薬でこの最後の S ランク契約書を獲得することができるのかというところなんですが、まあ、こちらはですね、まあ、正直ピース争奪戦での、まあ、順位次第になってしまうところなんですが、まあ、基本的にはこの S ランク契約書自然火薬で獲得することできるようになっておりますので、まあ、特にですねピース争奪戦では、まあ、1球1球集中していただいて毎回1位を獲得できるように立ち回っていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、分かりさったと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。で、ちょっと最後にですね、まあ、今日の更新で念願の S ランクティノコ、まあ、シリーズ2のティノコの追加が入ったので、まあ、近々このティノコ救いにこの戦力強化スカウト引いていこうかなと思うので、まあ、ぜひそちらの動画を見ていただければなと思います。